お、はい、なんだろう。これはもう伝説のライブと言ってもいいんではないでしょうか。生まれてるだって、またもう生まれてないんじゃないの。2000生まれてないですかね、これ。いや、生まれてます。生まれてますか。生まれてた、はい。でも本当に5歳とかそんな、多分2000何年とかなんで、2010年かな。2010年、うん、5歳ですね。5歳です、私が。この後にエリー入ったんだぞ。5歳の時に入ってんの、ウケるんだけど。なんかさ、時代を感じるね。いやでもなんか昔の、うわこれ炎出ちゃった。出ちゃった。炎出ちゃいました、皆さん。出ちゃいましたか。出ちゃいました。すごい。これ特攻っていうんですよね、最近覚えました、うん、最近覚えたの。そうです。かっこいい。このツアーマジでオープニングかっこいいよね。かっこいいですよね。このガラスパリンって割れたりもなんかもういろいろ。やっぱね、ライサバは本当に、あ、ライサバとか言ってファンの人みたいに、ライバルサバイバルはですね、あのソロアングルって言って、ちょっと昔はあったんだけど、うんうん、一人一人にそのソロのカメラがこうやってついてるっていうのがあって、やっぱね、それを一人一人見ると本当に表情の作り方がマジで神だから、マジでこれをライブ映像を見るのもいいけど、ソロアングルを見てほしい。多分今売ってないけど。いやなんかこの曲が始まる前のダンスがもう神じゃないですか、うん、神だね。だね、新メンバーがライサバを持ってくるっていうことがすごい意外なんだけど、ライサバを持ってくる人は絶対信用性がある。信頼できる。いやもうずっとなんか自粛期間中とか、うん、いろんな DVD を遡ってたんですけど、うん、一番最後にたどり着いたのはやっぱこれを、ライサバね、はい、神だよね。もうやっぱどの、 あの年にもすごいいいツアーはあるんですけど、うん、やっぱりもうこれが一番かっこいいなって思って選びました。信用できる。しかもさ、衣装もめちゃくちゃ可愛くない？衣装めっちゃ可愛いです。この、 あの日ごとで分かれてるこの色、ゴキさんをその黒で持ってくるところ、マジ神。しかもロッキーさんをその白でまとめてくるところも、やっぱね、衣装さん分かってるよね。分かってる。いやー、道重さん可愛い。なんかみんなこれ可愛いもんね。みんな可愛いです。はい、きますよ。はい、来ました。来ました、愛が来たいの。はい、はい、ここでね、抜かれるね。亀井さんがマジで神なんですね。めっちゃ可愛いです。あー、でもあ、ここです、ここです。はい、ここです、来ました。やっぱ生田さん、さすがです。もうファンの皆さんの言いたいことを分かっておっしゃ、おらっしゃる。分かっていらっしゃる。いやー、かっこいいな。いやもうだから、この曲だったらファンの皆さんもすごい盛り上がってるじゃないですか、うん、なんか会場が一つになった感じがすごいしてて、素敵だなっていう風に思いますね。そうだ、We Are Live もやったことない。そうだ、We Are Live もやったことないです、うん、だからこう見てると、いろんなツアーや、あの見てると、まだ全然やったことない曲が多くて、うん、いやまだまだだなっていう風に思いますね。いやね、一ツアーしかやってないもんね。確かに。よくやるやつ、これよくやる。これよくやるんですよ。皆さん見てくださいね、よくやるんで。いやー、かっこいい、ね、はい、来ました、ダンスタイムです。いやー、このダンスタイムがいいんですよ。かっこいい、ね、本当にかっこいい、かっこいいよね。しかもまた特攻出ちゃって、もう特攻大好き、特攻大好き、炎大好き人間よ。炎大好きなんですよ。だから私の自分のツアーでも特攻出た時は、あの盛り上がりましたね、心の中で。心の中で、はい、来たーみたいな。あの、How do you like Japan ね。はい、そうです。おー、かっこいい。
なんかダンス多めるし。そうだね、この曲はでもここがやっぱ一番見どころっていうかメインかなって思う。でもね、やっぱカットされがちなんだよね、結構。 あとやっぱ横浜アリーナっていう大きいステージに、そう、なんかモーニング娘。がいるっていうのがすごくエリは嬉しいなって思ってて、やっぱエリは2014年に立ったけど、その時もあ、なんかアライバルサバイバルで見た会場だっていう風に思ったぐらい、なんかやっぱモーニング娘。でこの大きいステージに立ってるっていうのがすごく嬉しいなって思います、エリ的に。私もなんかいつこういうライブ映像見てると会場が大きいところとかあったりするじゃないですか、うん、だからなんかさらに大きいところを立ってみたいなっていう風にすごい思います。確かにね、憧れみたいな感じがあります。すごいもんな、ね、なんか高橋さんのね、多分こういう合間のね掛け声とかも自分でやってるんですよ。すごいですよ。たまにね、全然知らないところで入ってたりするとね、でも、うえ、かっこいいってなるんですよね、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱ先輩たちの偉大さをすごく感じますね、はい、感じます。なんかこの曲が最後で良かったなっていうふうに思います、はい。